ヤッホーデンです。今日は山梨に今年初めてのキャンプをしに行きたいと思います。新入部員がいるので紹介します。マニの初めてシリーズだね。マニも一緒にキャンプに行きたいと思います。行ってきます。着きました。車ではめちゃめちゃお利口さんで、ずっと膝の上で寝ててくれたのでめっちゃお利口さんでした。バニーはね、まだあんまりお外に慣れてなくて全然歩かないし、外でトイレもまだ一回もしたことないんですけど、キャンプ場ね、外の楽しさを知ってくれればなって思ってる。すごい綺麗。富士山いないね。どこだ富士山。湖も透明じゃん。ね。戻ろうって。とりあえずお湯沸かしとくね。よし、時刻は3時ですけども、お昼ご飯を食べたいと思います。もう3時？
3時、謎に味噌ラーメンを買ってしまいました。食べたことない。いただきます。うわこぼしそう、これは絶対に。いただきます。カレー鍋にします。野菜は切ってきたので入れるだけです。はい、食べる？お座りは？お座り。ないでいいって楽だね。カレーいい匂いする。あ、こういうこと？ルクラみたいな。そうそうそう。あ、じゃないそのぐらいじゃん。あ、うまくない？え、見て。そう。
アじゃない？うん、着いた。今日は車中泊です。こうやって。うん、寒かったら毛布もかけて。こうやって寝ます。でも車中泊はもう 3,4 回してるから慣れっこですね。うん、でも初めてのバニーちゃんがいるんですけど、トイレがねちょっと心配だね。もう失敗されてもいい感じに。洗えばいいからね。うん、初めてバニーと。寝る。もう消灯時間になったので車に入ってきました。見て、車もキラキラにしたの。今年初めてのキャンプなんですけど、初めてのキャンプはバニも一緒に来れたし、外歩かないかなって思ったけど、リード離したら結構ウキウキで歩いてくれたので、よかったよね、バニ連れてきて。ね、バニも楽しんでたっぽいので、またね今年中冬になる前に一回は来れたらいいなって思ってます。本当はね夏とかもキャンプも来たいなって思ってたんですけど、私がちょっと夏頃から忙しくなっちゃって、なんでかっていうと、っていう感じで、まあ今まで私が現在進行形のことを話すことってなかったし、マネージャーさんにも言ってないんですけど、ちょっと夜のお泊まりということで言っちゃいましたっていう感じで、私は今から歯を磨いて寝る準備をしに行きたいと思います。Cause the past will take you down, and you know you're not alone. No, cause the past will take you down. You gotta let it go, let it go. You gotta let it go, let it go. Oh, oh yeah, yeah, yeah.The past will take you down, and you know you're not alone. No, 'cause the past will take you down.
まだ聞こえてきた。霧がすごくて、キャンプの醍醐味、霧の中のモーニングコーヒーをぶちかませました。おめでとうございます。最高でしたね。めっちゃ綺麗。見せてあげるね。でも今回のキャンプは初めてね、バニーも参戦ということで、ご飯系を全部切ってきて、こっちで切ったりとかしないで済むようにしてきました。作りたいと思います。もう美味しそう。わーすごい、霧なくなってきた。うん、ペロ出てるよ。ペロ出てるよ。これ。
私はできるってつもりやったのに2人ともセンスなし。うん、冬さんどっちなんだろうね。うん、そろそろ帰りますか。うん。